た。すごい。わあ、なるほどね。じゃあ、なんかもうこれは、もうちょっとは、まあでも明日俺が行こう。久々じゃないの。なるほど。すげえ。もう何年ぶりだろう。RPG ぶりのエンドステージなので、なんかすごくこう。なんか僕らのライブなんですけど、なんか違う人のライブに来たような感覚もあって LED が大きかったりとか、新たな試みも今回詰まってるので、本当に想像してたよりもすごい大きな LED だったのでびっくりしました。お疲れ様です。ザラメージです。はい、このような素敵なセットを組んでいただいた方にありがとうございます。あの今日北斗は別の仕事で15人なんですけれども、あの今初めてステージに立たせていただきまして、ザ・ランビジとしても久しぶりのこのエンドステージということで、すごく、気持ちが高ぶっております。あの明後日これをファンの皆さんにお届けできると思うと、すごく今から、楽しみなんですけれども、あのもちろんライブのクオリティを上げていくのは、大事なんですけれども、その前にやっぱり安全第一で無事に初日を終えることを目標として、皆さんも一つずつ丁寧にですねやっていただいて、本番ファンの皆様の笑顔を想像しながら、リハーサルからきちんと集中して取り組んでいきたいと思います。何かあの不明な点とか、あの気になるところがあったら随時、ほうれん草し合ってですね、素敵なライブを作っていきたいと思います。まずはリハーサルよろしくお願いします。お願いします。お願いします。1 2 3 4 5 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 Cyberhead Love Hi 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 ここの番号をちょっと確認していいですか。確認しよう。5つ響きは 5.5 とかあります。今6番にいる OK です。大丈夫そう。はい、はい、ありがとう。1個広がる、1個広がった。すんすん。僕と龍と仁さんとまこっちゃんの位置をきれいにシャッターして、龍からそのままグーって中に入っていくように変えてもいいですか。海星さ、さすがに外から来てこの内側にグーって結構サビ中ずっと俺ら走ってる感じになりそう。そうですね。だよね。って考えると多分花道行ってた人がそのままくっつく方が多分綺麗なんですよ、この感じ。これ20番までで、20番まででそれができたら一番いいです。エンドステージになるとやっぱどうしても本当物理的にこうレイバーズの皆さんとの距離ができてしまうので、やっぱこうおもてなしの心を持って会場に降りて、より近い距離感でレイバーズの皆さんとこの場を共有できたらいいなということで、今回会場も練り歩くんですけど、リハーサルありがとうございました。明日だけでプロなんですけれども、その前にも多分あの修正リハ等々、すごく細かい作業になってくるんですけれども、ちょっと集中して引き続き僕らも、頑張るので、スタッフの皆さんもお力、貸していただければ幸いです。明日も何卒よろしくお願いします。よし、いいじゃん。反省会があると飛んで上げてるところからやっぱあれですね、一回降りてフルメタルでフラットになるのが、さっき仁さんとしたのはこの入れ替えて上げたままでブースターでそのままでいい、ね、で上下に上げて途中ぐらいから下げて降りに行くため。あ、でも割となんか喜んでもらえるかなっていう思いと、なんか僕らもこう反応を楽しみながら、なんか今日リハやって明日ゲネこう流れでやってみて、でまた明後日本番になるので、すごく楽しみです。じゃん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 、ハアルソンのイメージ、そうそうそう。ありがとうございます。吉野です。リハーサルお願いします。
ございます。ありがとうございます。うん、全然大丈夫そうだ。ステージすごいですね。なんかエンドステージこそめちゃくちゃランページ、まあ久々なんですけど、なんか前回のそのエンドステージとはまた全然なんかそのステージのクオリティも格段に上がってますし、本日2日目ということで、今日ゲネがありますけども、その前にですね、しっかり昨日出た修正点を直しつつ、皆さんも多分疲れが溜まってきてるとは思いますが、あの怪我なく注意しつつですね、全体でいいライブを作り上げれるようですね、今日も、集中して臨んでいけたらと思いますので、皆さん今日も一日リハーサルよろしくお願いします。お願いします。お願いします。僕らにピンスポータンのモーシンアウトでもいいかなって。はい、タイミングですよね。オンイントロ、そうやな、その方がいいよね。で、そう、オンイントロで今つけようって話、そう、こっちもしてて、もともとそう、今ずっとつきっぱなしでしたもんね。そうね、ちょっと今転換していただいて、間に、リバースで、最後のミックスの2番の位置一度いただいてもいいですか。あの3グループに分かれて、その立つ、3人が立つ場所だけ決めといて、場所だけ決めといてもらって、人が変わるみたいな感じです。あ、なるほど。日によって、例えばどうしましょう。大阪ならカツマンゼロに来てとかさ、はい、そういう感じする。そうですね、ね、じゃあ仮で一旦決めましょうか。その場所どうします、うん、最初のアカペラはもうそこのリフターで寄ってくる、これ寄った方がいいよね、うん、そのそうですね、ね、うん、これで大丈夫か。大丈夫です。はい、いただきます。いただきます。サイバーヒーリング、これから修正点終わり出してですね、明日に向けてしっかりと集中して引き続き最高の初日を迎えられるように安全第一で頑張っていきたいと思います。引き続きよろしくお願いします。お願いします。モニターもめちゃくちゃ動いたりとか、いろんな見せ方ができるなっていうのを今日芸人やってみて感じたんで、照明とかあとそのモニターのおかげでよりなんか面白いライブになってるなって実感したんで、めちゃくちゃ初日楽しみですし、まあ、ファンの皆さんの、ね、反応が楽しみですね。あの毎年来てくださってる方も絶対飽きないようなライブの作りになってると思うので、本当に毎回毎回なんかクオリティが上がってるのかなって思うので、まあ、とりあえず初日頑張ります。やばいっす。まあ、今回、まあ、でも結構変更あるっすけど、まあ、明日にそらして頑張るしかない、マジで。なんかでもエンドステージだからすごい変更もなんかこう柔軟に効くんで、そういう面ではすごいやりやすいステージで良かったなとは思います。前回とかはこう自分たちも来てみて本当に分かることも多かったんで、なんか逆に救われてるっていう感じです。昨日サウナ来てきました。おっしゃー。昨日銭湯行った。15分ぐらいしか、ちょっと遠かった。でもなんか近いところにあるらしくて、ご飯を食べて時間を置いてますね。で、明日に備えましょう。安全第一で集中して、そしてあの初日ということであんまりあの時間もなかったりするので、準備とかもしっかり
しなければいけないので、カツカツの中ではありますが、集中してテキパキと進行できるようにいければと思いますので、本日もよろしくお願いします。お願いします。